相手とのポジショニングは初対面でほぼ決まる。そしてインパクトはファーストコンタクトが一番残せる。とことんまで行くぞこいつはと思われれば、誰も不必要な勝負を仕掛けてこなくなる。この警視との出会いの後、戦術も覚悟の話を別の人から聞いたわけだが、その話にもつながる。ファーストコンタクトでの己の印象は相手にずっと残る。それが人との出会いの場で一番大切なポイントでもある。酒の席でもビジネスの席でも。その後、次行きましょうと言ったが、彼はわかったわかったと笑顔で答えるだけだった。再び合流した A 会長に、 K さんどこ行ったんですかと聞くと、あいつはもう帰ったよ、実はあいつ酒酔えんだよと。僕もかなりきつかったが、警視も相当きつかったようだ。それを聞いてなぜか無性にほっとした。それ以降、警視は僕のことを面白いやつだと可愛がってくれるようになった。